こんばんは。大体日曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。さて現代は SNS がとても発達していますよね。なので朝日新聞を書いているいわゆる中の人なんかもツイッターとかやってるわけですよ。元朝日新聞で反安倍を極めている佐藤明氏のツイート、なかなかぶっ飛んでいますよね。彼は36年朝日新聞社に勤めたということで、まあもうベテラン中のベテランなわけですけれども、安倍総理が国会でヤジを飛ばしたということについてこうツイートしています。はっきりしておこう。ヤジは権力なき民衆側が権力者に飛ばす言葉のつぶて、権力暴力を持たない者にだけ許された表現手段。反対に権力の椅子に座る者が漏らすヤジはヤジとは言わない。恫喝であり、脅しであり、パワハラであり、脅迫であり、下劣さである。安倍に論理思考なし、即辞任。佐藤理論で言うなら、野党議員っていうのは権力なき民衆っていう扱いでいいんでしょうか。この他のツイートを見てもぶっ飛んだものが多くてですね、ある意味エンターテイメント化していますよね。彼の反安倍芸っていうのは相当な水準に到達していますよ。ただ冷静になって考えてみると、こういう人が朝日新聞作ってたんだなっていうことですよね。もちろん本題であるヤジ、これは与野党問わずやめるべきでしょう。ヤジの応酬やってたらさ、一体何のための国会議員なんだか分かりませんから。さてここからは朝日の紙面を見ていくことにしましょう。9日に掲載された小説家真山仁さんの連載、なかなか面白かったですね。ジャーナリズムに興味があるという高校生21人と真山さんが2時間ほど意見交換をしたそうです。そこで新聞を読むかっていうことを聞くと、手を挙げたのはたったの1人でした。これも時代なんでしょうね。さらに新聞が信用できないと思う人と問うと、7人が手を挙げてしまいました。挙げた7人のうちどういう意見があったのかっていうと、政府の圧力があるんじゃないかというものだったり、伝えたいことをカスタマイズし読者を誘導して自分たちの意見や考え方を刷り込んでいる気がするなど、これそうだね、そうした意見を真山さんがまとめているんですよ。新聞から主観を完全に排除することはできない。だからメディアは複数の相手に取材して記事を書き、さらに俯瞰の目を持つデスクがバランスを取ることで可能な限り公正であるための努力をしている。本当かよ。時に100対1ほども意見が偏っていても、1の意見も無視せずに報道する。少数意見が不必要に強調されるリスクがあるが、一方的な意見を伝えるよりも良いからだ。にもかかわらずメディアは変更していると受け取られてしまう。変更してるもん。ジャーナリズムとは真実を伝えるために存在するのではない。事実を可能な限りあるがままに伝えることだけが使命なのだ。そしてその事実が多角的で重層的に伝えられた時、稀に真実が明かされる。原理的にはそうなのかもしれないんですけども、でもそれから外れてるから新聞に対する不信っていうのが大きいわけですよ。特に朝日新聞ね、複数の相手に取材して俯瞰の目を持っているというデスクがバランス取っても捏造報道とか出てくるのは何なんでしょうか。朝日新聞のそのバランス感覚とやらがおかしいんですかね。それでいて軽減税率導入の際には公正で中立な報道姿勢などと寝言を言う始末ですよ。嘘つけっていう話です。結局は我々見る方、読者の方が気をつけないといけないわけですよ。これは何も新聞に限った話じゃなくて、こういう僕の動画もそうです。新聞だって動画だって間違いもありますからね。読者、視聴者こそ俯瞰的に見るっていうのも忘れてはいけないんじゃないかと思います。さて次に行きましょう。ここ数ヶ月表現の自由が問題になってますね。まあ正確に言えば税金で反日プロパガンダやっていいのかっていう話なんですけど、朝日新聞は愛知トリエンナーレを熱烈擁護していたっていうのはこれまでのサンデーブレイクなんかでもやったと思います。今回新たに問題が発生しました。オーストリアとの友好150周年事業として行われているジャパンアンリミテッドについて、在オーストリア日本大使館が公認から外したんです。展示内容がまあ原発事故だったり安倍政権批判のようなものがあったということで、事業の趣旨って友好のためでしょう。それで日本が嫌いになるような展示に公認出してた大使館がそもそも間抜けすぎますよ。取り消しは当然だと思いますし、根本的なとこに立ち返ると、まあ、そもそも公認すんなっていう話なんですけども、まあ、朝日新聞は批判してますね。より良い社会を築くために多様な表現の場を守るべき国や自治体がそれと全く逆の動きをする出来事が続く、
ウィーンで開催中の展覧会について在オーストリア日本大使館が友好150周年事業の認定を取り消した日本の戦争責任に触れた動画や原発事故を題材にした作品を問題視したようだ。一部の人が反日的と言い出し、自民党議員が外務省に問い合わせていた。民主主義の発展には不都合なことも表に出して議論を交わし考えることが大切で、権力は無用の介入をしてはならない。そんな近代社会の基本を理解せず芸術への尊敬を欠く国だと宣言したに等しい。いやだからさ、友好事業なわけでしょ。それに反するような展示っていうのはそもそもおかしいんじゃないでしょうか。そんなにやりたいなら公認得ずに、まあ、勝手にやったらいいんじゃないでしょうか。朝日的には芸術って言えばやっぱり何でも OK になってしまうのかな。その観点で言うと、朝日の社屋爆発させて朝日の社旗を燃やしてですね、社長とか社員の顔のその肖像画、まあ、写真なんかを燃やしていいんですね。芸術だから。朝日っていうのは反日だからこういうのを推進してるっていう節があるので、まあ、ちょっと別の事例が出てきたらどう反応するのか、まあ、それも楽しみにしておきたいと思います。さてここからはみんな大好き韓国の話題に移っていくことにしましょう。今週は隣人韓国からの視線と題したシリーズものが掲載されています。最初に紹介するのは7日掲載のイ・ソニョンさんです。日韓の交流を続ける若者ですね。日本には韓国の歴史教育に問題があるという指摘をする人もいます。私は慰安婦問題を授業で初めて知りました。衝撃を受け日本の政治家が歴史を否定するような発言をするのに敏感になりました。韓国では日本を加害国だと教えるため未来志向的な考えを持ちづらくなる面はあると思います。一方で7月の訪日で中学校の先生に歴史教科書を見せてもらった時、植民地支配の記述がわずかなのに驚きました。古代史から教えるため現代史の時間が足りないとも聞きました。国ごとに歴史の見方が違うのは当然ですが、過去に何があったのかを教わる機会が少ないというのは問題ではないでしょうか。日韓は対立を超えられるでしょうか。政治だけで改善は難しい。小さくても民間交流の積み重ねが大事だと思います。私は日本全体を否定するような発言をする友人には日本全てが悪いわけではないと伝えていますが、言いにくい時もあります。歴史を教えるべきっていうのは僕も同感なんですよ。やっぱりその近現代の歴史をもっとですね詳細にやるべきなんじゃないですかね。特に韓国関連の話を。ただ韓国との関係は難しいですよ。いくら民間の交流を重ねても国レベルになっちゃうとやっぱ反日が主流派になっちゃいますからね。韓国の政治家は困ったら反日をやり出しますし、まあ一度言い出したことなかなか折れることないじゃないですか。それだと未来志向の関係を築こうっていうのも根本的に不可能になってしまいます。いや僕個人としては韓国大好きですからもっと交流を深めていきたいなと思うんですけども、残念ながら難しそうですね。6日掲載の隣人では元駐日韓国大使のシン・ガクスさんが登場しています。どうすれば日韓の溝を埋められますか。韓日は双方で誤解、無知、偏見が多く、歴史的な事実と現実をそのまま認める姿勢に欠けている。比べる物差しがグローバルではないのです。それぞれが井戸の中から外を見ていて共通の基準で見ていない。今後日韓には大きな山が2つあります。1つは11月22日のジーソミアの期限ですね。もう1つは年末年始にも予想される日本企業の韓国内の資産の売却、ジーソミア破棄となれば当分の間再締結はできない。資産売却は日本のさらなる対抗措置を招く。韓国がジーソミアを延長できるよう日本は明文を示してほしい。なんでだよ。輸出規制の強化をすぐにやめるのは難しいでしょうが、将来的にやめるとの受け止めができる明文があれば韓国はジーソミア延長に踏み切れる。それを受けて韓国政府は資産売却を防ぐ方法を積極的に検討する必要がある。それじゃ遅いだろ。3つをパッケージにして一定の時間差を置いて解決するロードマップで合意することが重要です。示すっていうのはさ、約束破りの韓国がまず示さないとダメなんですよ。韓国は経済的にも十分大きくなりましたし、もう実に素晴らしい民主国家じゃないですか。そんな素晴らしい韓国に対して日本が明文を示すなんてね、まるで子守かみたいなことはねやる必要ないんですよ。韓国が文明国らしく約束を守るっていうね、ただそれだけでいいんです。今日の最後は社説から紹介します。新聞記者っていうのはとても忙しい仕事だと思うんですよ。
なので疲れからかうっかり中国に対して大正論を書いてしまいました。歴史を振り返ればおびただしい死傷者が出た文化大革命をはじめ共産党政権は悲惨な過ちを繰り返してきた。その教訓から毛沢東の死後党は指導者の終身制を否定して任期を導入したり集団指導体制を唱えたりしてきた。ところが習近平氏は昨春歴史の針を逆戻しするかのように国家主席の任期を撤廃した習氏への忠誠度を試すなど個人崇拝につながりかねない動きも際立たせている。言論を封じ体制批判を許さないネット情報の管理や顔認証などにより個人の暮らしと言動を当局が把握し取り締まる AI 技術を駆使した中国式の監視社会が世界に広がることへの懸念も強まっている。そもそも一党支配においては政治の過ちを正す道が党内の権力闘争以外にない。共産党はその脆弱さを直視すべきだ。自由な民意の受け皿となる体制改革を進め人権軽視を早急に改める。それが今の中国が追求すべき統治であろう。朝日新聞は韓国に対しては大甘です。一方で中国に対しては近年結構言うこと言うんですよ。ただ正論なんだけど共産党っていうのがずっと政権にあり続ける限り独裁は終わりませんからね。共産党体制の改革っていうぐらいじゃ生ぬるいです。共産主義というかこういう体制自体が独裁を伴うものなんですからそれ自体根本的にぶっ壊さないとどうにもならないんじゃないでしょうか。今日冒頭紹介した元朝日の佐藤さん実に面白い方ですよね。この方のツイートたどっていくとですねもう安倍に脳を支配されたのかって言っていいくらいもう安倍言ってますよ。ぜひ皆さんも一度ご覧いただくことをお勧めします。ということでチャンネル登録もぜひお願いします。